っしゃー、早い、早い、フェニックスまで行ける。ジョブロック、おはようございます。朝日見た後に朝ごはんですね。これ全部今日も無料で。じゃあまあ次どっからのルートに行くわけさ。グランドキャニオンを今追って、もちろんまあ、南のルート通る方が絶対見えない。え、それ南に行くっていうのはなんでなの？逆に何か理由があるの？寒いやつ。え、でも今俺ら結構極寒体感したわけやん。もう嫌や、もう帰りたい。チャレンジとかせんの？え、チャレンジとか今チャレンジしたやん。やったら寒い方行こうわ。じゃ今でも俺、エルパソ行きたいっていうのはあるわ。エルパソは2年前行って、そこで俺ホームレスして、うん、お金稼いだっていうのもあるし。ここやな。こう下から行くか、こう上から行くかやろ。アルバカーキかフェニックスか、どっちかによって変わってくる。どっちが名前的にはアルバカーキじゃん。ああ、でもな、フェニックスの捨て方や。なんでかって言ったら、俺スマブラフォックス使ってんねんな。スマブラの俺の主要キャラクターフォックスやねん。まあそこはでもなんかアルパカーキみたいな、なんかアルパカみたいな、アルパカみたいな可愛いイメージやな。意味分からんけど、運転手に任せよう。エルパス行くのが決まってるから。え、飛行機最終さ、で、俺らはニューヨークからロサンゼルスに帰るわけや。まあ一回ロスに戻らないと日本には帰られへんな。だって帰りのチケットロスやから。で、友達に会うって言ってんのが2月の後半で、3月初めにはもうロスにおってロスから帰らなあかんねん。今行ったから言うたら1月14日、1月14日で帰るんが2月25なんで、ニューヨークに着くのは2月20日、2月20日までに着かないといけない。あと1ヶ月やな、うん、はい。すごい、すごい。こんにちは。しゃ、捕まった。 Thank you。 ちょ、見てあれ、あれ、ほら奥で来たっす。でもこれ何ドルやと思う？4ドルぐらいな。これ3ドルや。おいしい。せやで、アップルパイな2つで、アメリカの名札は1ドルや。マジか。で、こいつもこいつも1ドルや。社会的な地位をここで見せられた気がするわ。とりあえず、うん、かじらして。まあこれが財力の差ってやつ。そんな変わりはないねんけどな。ここまで言われたらな。ドリンクマクドは飲み放題です、1ドルで。なあ、そうやねんな。でも俺水頼んだけど。いや、やばい、遅いな、アップロード。残り154分とかなってる。終わってるよ、そんな。こっちは 69% 旅を進行しながら充電もして編集もしてアップロードもして、それを旅の進行とともに同時にやってるっていう神がかった作業やんな。やっぱやばいことが起きた。いや、おっちゃんに話しかけられて、まさかフェニックスまで行くらしくて、でトラックに乗っけてくれるって言ってくれて、20分後にまた戻ってくれるって。おっきた、早い、はい、フェニックスまで行ける。せやな、こんだけあれや、
スタバでバンバン待ってよかったわ。スタバ2時間ぐらい待ったけど、これのために待ってたやな、俺らはって。Thank you. Thank you for everything. Felix, sit down. So, Maria.無理やもう。よし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 。高速の真ん中や。携帯で見てくれている方はこちら画面下のチャンネル登録ボタンから、 PC で見てくれている方はこちら登録ボタンからチャンネル登録よろしくお願いします。これからも俺と一緒に人生楽しんでいこうぜ。ありがとう。Joe Brook!